白いマスクは希望の印。この町の平和を守る正義のヒーロー、キャプテン・ジャスティス参上。は？で、ちょっと待って。キャプテン・ジャスティスだぞ。正義のヒーローが声かけてんのに立ち去るやつがいるか。いいえ、私には正義のヒーローに助けていただきたいようなことを。誰か助けてくれ。どうした、このキャプテン・ジャスティスが助けてやるぞ。なんだあんたか。まあちょうどいいか。正義のヒーローにはうってつけだ。なんだ、どんな事件だ。フルーツボール広場にまたモンスターが出たんだ。さあ、正義のヒーローの出番だ。モンスター？まさかここにもアンバースが。モンスター？あいつらはダメ、専門外だ。正義のヒーローに専門があるのですか？あいつらは俺の手には負えない。いや、相性が悪いんだ。そんなこと言わずに頼むよ、正義のヒーローだろ。あいつらが現れるようになってフルーツボールはめちゃくちゃだ。お、聞こえないか。助けを求めてキャプテン・ジャスティスを呼ぶ声だ。よし、今行くぞ。向こうの方が緊急事態のようだ。必ず戻ってくるからな。あんなことを言って絶対戻ってこないよ。何が正義のヒーローだ。私はヒーローではありませんが、力になれるかもしれません。本当かい、助かるよ。あいつらをフルーツボールでやっつけてフルーツボール広場に近寄らないようにしてほしいんだ。わかりました。準備ができたら僕に声をかけてフルーツボールの扱い方を教えるよ。
口よ。じゃあそれ、やっ
すごい、モンスターをやっつけちゃった。君こそ本当の正義のヒーローだよ。私からもお礼を言わせてください。ありがとうございました。あなたは？ミニーです。この国の王妃様だよ。あ、失礼しました。王妃様、私はアクアと申します。そんなにかしこまらないでください。ミニーで結構です。本来は私たちがこの国を守らなければならないのですが。やめてください、ミニー王妃。王様がお出かけになっているんですから仕方がないです。みんなわかってます。だから今年もいつも通りドリームフェスティバルが開催されているんですよ。そう言っていただけると助かります。それにしてもピートのやつ、正義のヒーローって言ってるくせに全然頼りにならないんだから。ピート？キャプテンジャスティスと名乗っていましたが。ジャスティスなんてとんでもない。あいつはわがまま放題で暴れん坊のピートだよ。人気投票のために変装してるだけ。ミリオンドリームアワードの商品が目当てなんだ。ミリオンドリームアワード、どういうものなのですか？ドリームフェスティバルの催しの一つで、この町一番の人気者を投票で決めているのです。ピートは正義のヒーローになれば人気者になれると考えているようですが、少し勘違いをしているようですね。誰かの思いが正義のヒーローや人気者を生むのです。自分から名乗ればいいというものではありません。だったらきっとアクアが一番だ。僕の思いを込めて君に投票するよ。ありがとう。あなたの期待に応えなくてはなりませんね。そうだよ、がっかりさせないでくれよ。まあ大変ですね。ええ、頑張ります。今年のミリオンドリームアワードは誰だろう。お待たせしました。ディズニータウンドリームフェスティバルのメインイベント、ミリオンドリームアワードの発表を行います。発表するまでもない、俺様で決まりだ。今年の受賞者はなんと複数いらっしゃいます。今年のミリオンドリームアワードはベントス、アクア、テラの3人。
ペラも来てるのね。なんだと？何かの間違いだ。今年はこのキャプテンジャスティスに票が集まったはずだ。そうだろう、お前ら。うん、だったらこっちか。ここのレーサーキャプテンだ。集計結果に間違いはありません。3人が今年の受賞者です。ピート、あなたの行動の動機はどうあれ、やろうとしたことはとても素晴らしいことなのですよ。ですから、わずかですがあなたにも票が入っています。あなたも誰かの人気者なのですよ。はっ、票なんかどうでもいいんだ。いいから商品をよこせ。ピート、これまであなたの行動には多少目をつむってきましたが、あなたに期待してあなたのことを思って票を入れてくれた人の心をないがしろにするような今の言葉は許せません。へー、許さないってどうするつもりだ。少しの間頭を冷やしなさい。えへー、式に戻りましょう。受賞者のベントス、アクア、テラ、ステージにいらしてください。あら、どうやら他のお二人は欠席されているようですね。もう旅立った後なのね。では、あなたが代表して受け取ってくださいね。あなたたちはドリームフェスティバルにおいてたくさんの人からの人気を集めました。よってここにミリオンドリームアワードを贈ります。おめでとう。やった。ありがとうございます。受賞の記念として、あなたをイメージしたあなただけの特別なアイスクリーム、クイーンベリーアイスを贈ります。いいなあ、自分だけの特別なアイスクリームか。どんな味なの？食べてみて。いかがですか？美味しいです。この味私大好きです。喜んでもらえてよかったです。たく、こんなところに置いてけぼりにしやがって。絶対に抜け出してやる。お前の力じゃここからは出られない。誰だ、姿を見せろ。慌てるんじゃないよ。黙って私の話を聞き、私の言うことを聞けばお前をここから出してやろうじゃないか。本当か？こっから出られるなら誰だって構わない。何でも言うこと聞くぞ。物分かりがいいね。こっちへおいで。お前には私が全ての世界を手に入れる手伝いをし